それなら僕たちが。ちょっと待って、夫婦水入らずの時間だぞ。ただ数時間家を空ければいいってものじゃないだろう。男女が外泊だなんて。寝カフェは18歳未満宿泊禁止だし、まあ高校生の独断でも泊まれる可能性があるところもあるが。あるの？ラブホテル。ラブ高校生ってバレなきゃセーフらしい。行くか？